第211回通常国会なんですけれども、例えばね、その VTR にもあった防衛費倍増、敵基地攻撃能力の保有っていうのは、これ戦後日本の防衛政策を大転換する、その財源を裏付けるっていうことの法律ができたんだけれども、これもどうもこうかなりね、甘い見積もりで、こんなので果たしてできるのかっていう問題もあるし、それ以外にも例えばマイナ保険証を統合するんだ、うまくいっている保険証をその来年の秋までになくすんだみたいなことを言っていて、であるいは少子化対策もそのこれ結局やるんだって言ってるけど、 財源はこれ先送りだと。一方で例えばさっき LGBT の問題も出ましたけれどね、差別禁止を定めなかったどころか、多数者の安心を前提とするっていうような文章が入ってしまって、これだとあたかもこう性的少数者が多数者に不安を与えるような存在だっていう、むしろ差別増進法じゃないかっていうような批判も出てきているっていうところもあるわけですよね。それからそれ以外にもちょっと前になりますけれども、この今回国会で決まったのが福島の状況、まだ何も変わってない、むしろそのいつになったらから収集できるかわからないのに、もう完全に原発回帰の法案までできた。あるいはもう一個言えば、その難民ほとんど入れてないのに難民を追い返すかのような入管法も通っちゃった。だから関口さんおっしゃるように、文句あるどころか、僕これ本当にその戦後最悪の国会だったんじゃないのって思うくらい、一体これ誰を幸せにするための、我々果たしてこれで良くなるんだろうか社会が、と思わせるような法案が続々とできちゃった。でしかも渡辺さんおっしゃったように、解散権を振りかざしてね、首相がニヤニヤするというようなね、ほぼそもそも7条に基づく、だから天皇の国事行為として内閣が承認してやる解散っていうのは、よっぽど本当にこういうその政権の形が変わったとかね、とてつもない重要法案があるからとかっていうんだったら、これでやるんだってことは理解できないこともないんだけれども、そんなものがあるのかわからないでニヤニヤして解散を振りかざして、みんな右往左往してっていう状況も含めて、繰り返しますけど、この国会は僕は戦後最悪だったと思うんですよ。あ、そうですか。